きな切ないささやきだから、涙が思わず湧いてきて、泣きたくなるのさこの俺も。で一つ銀座で一つ若い二人は初めて会った。本当の恋の物語、誰にも内緒でしまっておいた大事な女の真心だけど、あなたのためなら何もかもくれるというこの意地らしさ。東京で一つ銀座で一つ若い二人の命をかけた本当の恋の物語。サックスの嘆きを聞こうじゃないか。明かりが消えてもこのままで、嵐が来たって離さない。東京で一つ銀座で一つ若い二人が誓った夜の本当の恋の物語。